福知山市民病院口駅は、京都府福知山市にある、ウィラートレインズグループ線の駅である。駅番号は、F2。かつての駅名に由来する、厚中問屋駅の愛称が、福知山市、鉄道利用増進協議会により付けられている。なお、当駅は、野岸鉄道合図絹川線の上見より、塩原温泉口駅と並び漢字のみの駅名では、日本一長い8字である。 宮津へ向かって右側に片面ホームを持つ一面一線の地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。同じく左側に西日本旅客鉄道山陰本線が並行するものの道線には駅はない。無人駅で駅舎はなく直接ホームに入る形になっている。自動券売機等は設置されていない。出口は 宮津方と福知山方の二つがある。宮津方の出口がしっかりとした作りになっているのに、対し、福知山方にある出口は、駅の裏にある公園へとつながっていて、簡素な作りとなっている。ホーム上に待合室を持つ。駅構内にトイレはないが、駅前の公園に多目的トイレ併設の水仙トイレがある。福知山市街地にあるが、 利用者は極めて少ない一方、途中駅の中では、比較的乗車辞任が多い駅の一つとなっている。1日の平均乗車辞任は、以下の通りである。快速、大鉱山は1号、2号、5号が停車する。詳細な停車駅は、路線記事を参照のこと。ありがとうございます。